フランシスコ・シャビエル・ド・アマラルフランシスコ・シャビエル・ド・アマラルは、東ティモールの政治家、ティモール社会民主協会党首、国民議会議員、アイレウ地方トゥリス海のマヌファヒ県フルル村の領主の家系に生まれる、高校教師の後、1974年のフレティリン創設に参加。フレティリンの初代党首であり、1975年11月28日、 ポルトガルからの一方的な独立宣言の時に、宣誓をして大統領となった。1976年、インドネシアが東ティモールに侵攻すると、山中での抵抗運動を行うが、1977年、インドネシアとの対話を主張し当主を解任され、追放された。その後、インドネシア軍の交渉役をするが、フレテリン中央委員会に拘束される。 1978年8月、再び追放され、インドネシア軍に即座に拘束され、最初はバリ島に1983年から1999年のインドネシア軍の撤退までジャカルタに軟禁される。東ティモールに戻り、2000年、アストを創設し当主となる。彼が東ティモールでも伝統を重んじる地方のリウライの家系であるため、アイレウ、アイナロ、 マヌファヒで安定した地盤を持つ。2001年の政権議会選挙でアストは6議席を獲得。2007年の大統領選挙に立候補し14.39%の票を獲得。直後に行われた国民議会選挙で社会民主党と連合を組み11議席を獲得した。2012年3月6日、病気のためディリの病院で死去。74歳没。 ありがとうございます。